皆さんおはようございます。サイボーグ吉弘のモダンホライゾン2新カード紹介動画3日目の朝でございます。で、この3日目なんですが、とんでもないカードがね、公開されましたね。そう、というわけでね、昨日はね、ほんとツイッターがね、大にぎわいでね、まあめちゃめちゃ読んでて楽しかった。そう、それがどんなカードかっていうと、まあマジックの中でもね、その最強のカードであり、もう最高額のカードで有名である、ブラックロータスのね、名前がね、なんとね、テキストに書いてあるんですよね。というわけでね、もうある程度のカードはね、もうどんなカードが来ようと、まあビビらない自信があったんだけど、まさかね、マジック最強のカード、ブラックロータスっていうね、単語がね、テキストに入ってるなんて思いもしなかったから、いや、ぶったまげたよね。というわけでね、まず1枚目はね、その伝説のカードブラックロータスの名前が刻まれた伝説のクリーチャー、固めのガースーをね、紹介したいと思います。名前ちょっとね、なんか間抜けなんだよな。そう、固めのガースーはね、まあ5色の伝説のクリーチャーで、まあテキスト読む前に、まあ5色の伝説のクリーチャーってので、まあちょっと構えてみたのよね。まあ5色クリーチャーって、絶対ね、あんま強いわけがないから、まあ統率者とかで、まあちょっと需要があったりするだろうけど、まあ多分モダンのフォーマットにおいては何の役にも立たないだろうなと思って、まあ見たら、まずタップ起動なんですよね。というわけで、まあ、このクリーチャーが戦場に着陸して、一旦生きてないと効果が使えないっていうので、あ、もうダメだと思ってもう読む気失せたんですけど、なもうテキストがいきなり、怪獣知識の噴出、恐怖渋山のドラゴン、新たな芽吹き、ブラックロータスの中から、選ばれてないカード名を1個選ぶ。で、その選ばれた名前のカードのコピーを生成するってので、なんとね、なんかピンポイントでカードを生成するんですよね、こいつ。やばくね？しかも、衝撃なのはブラックロータスっていうので、ブラックロータスはまあみんな知ってるけど、日本語版が存在しないんですよね。というわけで、ブラックロータスって日本語になったらどんな名前なんだろうね、みたいなのを、まあ昔から言ってたけど、まあこの令和3年にしてね、なんか突如として名前が発覚しましたね。というわけで、こちら、ブラックロータスでございます。はい、というわけでね、まあみんなのね、謎が解明されつつ、まあこんなね、特殊なカードがやってきましたね。で、この選ばれてないカードを1個選んで、まあそれが生成されるってギミックなんだけど、まあ未だかつてないギミックだからさ、ちょっと自信ないんだけど、まあおそらくそのコピーが生成されて、で、それはマナコスト払わなきゃいけないんだよね。そう、生成されるけど、コストは払わなきゃいけないから、生成されてないじゃんと思うけど、まあ言いたいことはわかるよね。なんかこれね、テキストね、ちょっと破綻してる気がするんだけど、まあウィザードが、なんか言いたいことはわかるから、まあゲームに支障はないんだけど、とりあえずタップすると、まあこの、計何種類 ?1、2、3、4。5、6。6種類のカードの中から1個選べるってので、まあアドの塊ですよね。まあマナこそ払うけど、まあ結構ね、マルチに使えるんで、まあ会場は置物を溶かせるし、で、この知識の紛失ってのも一応、なんだっけ、ブレインゲイザーだっけ？そう、ブレインゲイザーっていう、まあこれも日本語ないカードで、なんかさらっと出てきて一瞬何なんだろうなと思ったけど、まあブレインゲイザーっぽいですよね。で、まあ恐怖も、まあ昔ならではの、まあ黒以外殺せるっていう、まあ状況で、で、渋山のドラゴンも、もう今となってはもうこんなドラゴン使わねえよって思うかもしれないけど、まあタダで使える分にはね、全然6万の55飛行に皮膚機能力ついてるのは悪くないから、まあ渋山ドラゴンありつつ、まあ新たな芽吹きも、まあ墓地からね、カード回収できるから、強いので、で、まあブラックロータスなんかね、言わずもがなだから、まあ出てきた瞬間一番最初にやるのはおそらくブラックロータスを生成することだよね。っていうのでね、なんだろう、まあ、6枚分のカードが使えて、で、しかもブラックロータスが使えるっていうのはね、やっぱいきなりマナブーストできるから、で、まあ、こんな終盤になってもね、3マナブーストするのはね、結構偉大なので、固めのガースはね、まあ、モダンのフォーマットにおいて5マナのクリーチャーが着陸して一旦生きて帰ってくるなんていうのはね、もう、不可能ですね。生存率 0% だから、まあ、モダンにおいては、ちょっと微妙とか多分活躍の場はないけど、まあ、逃走者戦とかにおいてはね、なんかまあ普通にね、まあ出るたんびにアドバンテージがめちゃめちゃ稼げるカードだから、こいつ結構ね、なんか期待してるんですよね。で、しかもまあブラックロータスって、まあ大人気カードだけなんですよね。というわけでまあブラックロータスのスリーブだったり、ブラックロータスのプレイマットだったり、なんかブラックロータスのパチモンのブラッカロータスだったりも高くなるこの世の中で、ブラックロータスっていうね、単語が入ってるだけでも、こいつはね、ちょっと価値がありそうなので、片目のガースはね、そう、まあ、ブラックロータスブランドに、なんか新たにそのテキストが入ってるってのでね、なんか人気を博しそうな気がするので、こいつの進化がね、どうなるかはわからないけど、まあ、おそらくね、なんか初動とかフォイルは高いもんだと思うので、なんかトレードとかする際はね、よく考えてトレードした方がいいですね。で、一応ね、まあ、これコピーが生成されるんだけど、まあ、早い話がトークンが出るみたいな感じなんだけどね。なんか公式の見解曰く、まあ、だからといって、その渋山のドラゴンのトークンだとか、その怪獣トークンだとか、まあ、ブラックロータスのトークンとかは、
そのパックに封入しないみたいな話を言ってたので、だからね、せっかくだったらさ、まあ、ブラックロータストークンとか出てほしかったけど、そこがないっぽいので、まあ、そこはね、なんかまあ、二次創作とかでね、みんなで作っても遊んでくれっていう、その遊びの部分を残してくれたんだと、ま、思いたいですね。まあ、片目の画数はね、ちょっとね、もうこれテキスト読んでるだけで、まあ、楽しくなっちゃうから、で、一応ま、怪獣とブレインゲーザー、恐怖、まあ、シブダンドラゴン、まあ、まあ、カードみんな知ってるだろうからね、まあ、一応これ貼っとくんでね、まあ、どんな効果かわかると思うけど、まあ、こんだけね、器用に使えたら、うん、普通に強いカードと思うので、まあ、できたらね、モダンでもね、なんか使える日が来たらいいなと思うけど、まあ、主戦場になるのは逃走者とかになるんじゃないかな。というわけで1枚目は、これね、話し出したらキリがないカード、固めのガースでした。で、それに加えてね、またね、なんかこの3日目さ、結構いろいろ放出してきたよね、特殊なカードを。で、次のね、プリンズオーカーが、3マナのプリンズオーカーなんだけど、なんとね、こいつ戦場にある時以外は、クリーチャーとしても扱うっていうね、特殊な能力持ってるんですよね。だから、手札にあったりとか、そのスタック上にある時は、クリーチャーとしても扱うから、だから一応、待って、これなんかさ、誰かがさ、逃走者に指定できるんじゃないのって言ったけど、できんのかな？なんかそれさすがにさ、なんか木を照らりすぎじゃない？なんかそれまでいけるんだったら、まあいけても別に問題ないと思うけど、その発想はなかったな。まあというわけで、まあそのスタック上ではクリーチャーでもあるから、まあなんだろう、その否認とかで打ち消されないし、で、あと手札にあるときはクリーチャーとしてもカウントするから、まあなんだっけ、脅迫とかで抜かれないと。まあその回思考囲いとかコジレックの尋問で抜かれるから、モダン的にはあんまりハンドにあるときにクリーチャーっていうのは機能しないけど、まあクリーチャーサーチとかで持ってこれたりとか、まあ墓地からリアニとかでも釣ってこれたりするっていうのが、まあ一応ギミックとしてあると。で、このね、気持ち悪いプリンゾーカーなんだけど、なんか能力も結構気持ち悪いんだよね。プライチで11の昆虫トークン生成した後に、まあデッキ1枚切削すると。で、切削で落ちたカードが昆虫だったら、追加で、中性カウンター1個乗っけて、また11生成して、デッキトップ切削するってので、同じ工程できるんですよね。まあだから早い話が、まあデッキが全部昆虫だったら、まあ全部デッキ落として、11が60匹並んで、まあこいつの中性カウンターも60個乗るっていう、まあそういうのもできると。なんかもう本当に気持ち悪いな、こいつ。もうめちゃめちゃ気持ち悪いよね。まあただデッキがそんな昆虫で固まることはないから、まあそんなうまいことはいかないと思うんですよね。そう、これ切削がさ2枚とか3枚とかだったら連鎖するかもしれないけど、1削りでね連鎖はもう適当にやってぷよぷよでさ5連鎖生むぐらいの不可能だと思うからちょっとねこれはまあどう使うかわかんないけど、まあ一応こいつ自身もねそのデッキにあるときは昆虫として扱うから、だから後続のこいつとかが落ちてもまあ連鎖したりするとっていうので、なんか地味ながら強そうな、まあ、プライチと、で、マイナ2がね、クリーチャー探ることによって、ターゲットクリーチャーかプリンズオーカーを、まあ、破壊できるっていうので、まあ、自信が遠く読むからね、全然マイナ2だから、しかも結構ね、小マイナスとしても使いやすいマイナスなんで、まあだからトークンばらまきつつ、まあ邪魔者はね、この小マイナスで消していくみたいな動きができると。で、最後、奥義がマイナ5で、で、マイナ5はね、やっぱりこいつプライチが連鎖しやすいっていう観点から、結構弱めに作られてるんだけど、まあ自分の墓地のクリーチャー分だけ対戦相手がライフ失うっていうので、なんだろう、なんかどういうギミックをデッキでやるかわかんないけど、まあそのプライチがうまく機能するデッキだったら必然的にどんどんその墓地にさ、クリーチャー落ちてくるから、まあこのマイナー5もね、なんか取れるダメージでっかくなりそうなんで、なんかね、どういう動きするかっていうか、もうその特殊プリン増加すぎて、なんかね、全くね、想像つかないんだけど、まあこれなんか、これでなんかモダンのね、新たな動きとかがね、開発されたらいいなっていう気がしますね。で、3マナっていうので、まあ比較的ね、早急に着陸して、まあプレッシャーをかけれるサイズだから、なんかね、ギミック先行すぎて、本当に強いのってね、なんか、ハテナはいっぱい浮かぶけど、やっぱ3マナのプレインズオーカーはね、先手出すときものすごい強いから、ちょっとそこに期待したいですね。そう、最初連絡も、まあ今となったら連絡さ、強いことなんかさ、別に言わずと知れてるけど、こんなん強いのみたいなの言われてたからさ、まあこいつとかももしかしたらね、蓋を開けたらめちゃめちゃ強いっていう可能性があるかもしれないので、ただ昆虫3章だからね。だからインセクターハガみたいな人はね、よかったらね、こういうカード使って研究してみてください。で、次のカード。で、次もね、結構いろいろあるんだよな。そう、神話ではね、もう一枚あって、で、有効職権が来たんですよ。そう、まあ、モダンホライゾンといえば、その前回ね、まあ、有効職権っていうね、新しいジャンルの剣が現れて、で、有効職権が2本出たってことは、あと3本存在するわけですよ、このように。というわけで、満を持してね、ミドシロ剣が来ましたね。で、ミドシロ剣のね、名前がね、可愛いんだよね。家庭と故郷の剣っていうので、あんま戦う気ないよね。家庭と故郷の剣ね、やばいな、本当に。もう剣シリーズの中で、最もその殺意がない剣だよな。で、なんか見た目もさ、なんかパルシステムみたいなので、ちょっと可愛い感じに仕上がってて、
まあいいや、見た目の話は置いといて、あのまあ能力がね、なんかこれ結構ね、なんか斜めからやってきましたね。想像してたのと全然違ったわ。まあ3マナで出てくる剣で、まあ毎度恒例プロテクションがその2色あって、であのサイズ修正がプラにプラにつくと。でダメージが通った時に2個誘発が起きるっていうのがこの剣サイクル共通なんだけど、あのね、家庭と故郷の剣はね、なんと衝撃のブリンクとデッキから、あ、基本土地限定か、まあ基本土地を持ってこれると。まあその代わりこの基本土地はあのアンタップインで出るから一応テンポ稼げるっていうので、まあそこは強いんだけど、ブリンクってさ、装備と相性悪すぎだろ。装備してるクリーチャーとかさ、まあ、必然的にそのブリンクしたらさ外れちゃうから、もうブリンクはねめちゃめちゃ相性悪いんだよね。でまあ、あのこれ装備してるクリーチャープラス何かブリンクする展開でもうめちゃ攻め込めてるから、まあ、あんまブリンクが影響するとは思えないので、結構ね誘発能力微妙なんだよな。まあ、とはいえ一応ね有効出剣はね結構微妙なんだよね。そう、前回のモーダンホライゾンからだからそれ考えるとね、こっちの方がいいんじゃないかな。なんか前回の2本よりかは、こっちの方が、いや、ないな。なんかあの、有効職権っていうのは、その対抗職権が強かった関係から、なんか弱いっていうコンセプトで作られてるのかもしれない。はい、というわけで、まあ、家庭と故郷の剣がやってみましたと。うん、というわけで、あと、まあ、緑赤剣と青黒剣があるわけだよな。青黒剣はね、超強くあってほしいね。まあ、ただこの感じから察するに、剣は、有効職権はね、微妙っていう風になっていくんじゃないのかな。うん、ただ、家庭と故郷の剣ね、プロテクション緑白だから、結構ね、これ強いんだよね。そう、プロテクション白はね、パス効かないから。で、剣持つと、やっぱね、パス食らうとね、めちゃテンポ損になるから、パス食らわないで、で、しかもその、まあ、チャンプブロックとかもね、そのフライヤー11スピリットとかにされなくなるので、プロテクション白は偉いね。で、緑は、もうタルモが生息しないからあんま意味ないけど、昔だったらね、勝ちだったね。はい、というわけで、まあ、家庭と故郷の剣でございました。で、あとね、他にもね、で、レアも結構なんかね、モリモリなんだよね。で、次、レアのカードの紹介で。で、レアのカードね、これね、昨日の朝ぐらいに出てきて、なんかみんなで大騒ぎしてたんだよね。なんか、虚空の鏡っていう2マナのアーティファクトで、プレイヤーが呪文を唱えるたんびに、それを唱えるために色マナが払われてない場合は、打ち消すと。まあ、だからその無色マナしか使わないようなデッキとかが、もう全くカード使えなくなると。っていうので、なんかトロンとか、エルトロとかがやばいんじゃないのみたいに言ってたけど、トロンはね、もう完全に大丈夫だと思うんだよね。まず普通に緑マナ入ってるし、で、さらに彩色の星とか宝球とかで、別に一色好きな色出したりできるから、なんか適当にカーン出す時とかに緑一枚だけ当てたりとかさ、それでさ、解決できるから、トロンはね、全然大丈夫なんだよね。で、まぁ、エルドラージトロンとかは、まぁ、確かに色マナ出ないけど、別に魂の洞窟で適当に緑とか出して、それ当てれば解決するから、エルドラージトロンもね、そんなに効かないから、なんか定期的に、うわ、トロン終わったとか言うけど、トロンが終わったって終わったの俺見たことがないので、トロン終わったはね、基本終わりませんね。これやったかと同じで、やれてません。だから、これで苦しむデッキは、俺なんかあんま想像つかないんだよな。だから、どっちかっていうと、そのなんかマナ踏み倒す系のさ、デッキじゃない。その色話現れてないっていうのは、その、なんかピッチコストとかでさ、マナ踏み倒した場合とかにも引っかかるだろうから、だそっちとかじゃないのかな、なんかどっちかっていうと。まあ、とはいえ、なんかまあ優秀なね、その対策系のカードが来たので、まあこれもなんか扱うのかな。何に一番刺さるかっていうとわかんないけど、どっちかっていうとそのトロンとかよりかは、踏み倒し系なのかな。だからそのリビエンとかが打てませんとかさ、まあ続昇ができませんとかさ、そういうのになるんだと思う。で、次のレアのカードで、次のレアのカードは、いざ動けっていうね、めちゃめちゃ可愛いやつだね。なんか本とかバネとかなんかいろんなものが動いてるカードで、まあ2マナソーザリーで、クリーチャーじゃないアーティファクト対象として、で、それがまあ00のアーティファクトクリーチャーになった後に、まあプライチカウンター4個乗っかると。だから、あ、でも4個か。だから、アーティファクトの魂込めよりサイズちっちゃいし、クリーチャーが選べないんだよね。だからまあアーティファクトの魂込めはさ、まあ無理やりさ、なんか大レードのスカージ55飛行とかにさ、できたから、よかったけど、まあ、動いてないアーティファクト限定の魂込め兼、まあ、サイズも1個ちっちゃいっていうので、弱点目立つんだけど、まあ、超過がついてると。で、超過で話すと、まあ、全部のアーティファクトが、まあ、これの対象になるっていうか、まあ、効果を受けるから、まあ、金の卵だとかさ、なんか適当なアーティファクトバー並べて、まあ、いざ動けってやって、まあ、その殴り殺すみたいなことができると。どんなコンボデッキだろうな。まあ、でも0マナのね、アーティファクトとかモダンだったら結構あるから、まあ、それグワー並べて、で、グア並べた後どうやって6マナ捻出するかわかんないけど、まあそいつらをね、いざ動きはできると思うので、まあそこにちょっと期待なのかな。うん、でも今のところはね、まあ
神話デッキがさ、今死んでるわけじゃん。そのオパモが死んでるから。だからそこにね、就職先がない以上は、なんか新しいアーキタイプを組まない限りは、いざ動きはいざ動かないんじゃないのかなと思っております。というわけで、なんか賢い方ね、よかったら使い方とか教えてください。で、レアのカード、次のカードがね、これ再録で、創始のね、召集だっけ？そのオンスロードにあった、墓地から部族指定してリアにするっていうカードが、まあ、モダンにやってきましたね。まあ、一応エターナルフォーマットで、まあ、使えるカードで、まあ、逃走者とかでね、ちょいちょい見るカードなんですけど、5マナで各プレイヤーが部族を言うんですよね。俺ゴブリン、俺マーフォーク、俺エルフみたいな感じで言ってって、で、これって、日本語版のテキストね、これ、エラーしてるんですよね。オンスロートの、創始の召集のテキストってちょっとバグってて、なんか一見、なんかみんながその選んだ部族を自分の墓地から、釣ってくると思われがちなんですよね。だから俺ゴブリン釣ったら俺はゴブリン釣ってくるし、で俺マーフォーク釣ったらそいつマーフォーク釣ってくるしなんだけど、ね、これ正確には全員が行った部族を全員が釣るんですよね。だからゴブリン、マーフォーク、エルフだったら、全員が墓地からゴブリン、マーフォーク、エルフ釣るっていうのなんで、まあでもなんか基本的にあんまそれがさ、影響することはないけど、なんかリミテッドとかだったらね、全然それによって、なんか、いや、相手もめっちゃ復活しちゃうじゃんみたいなことあるから、まあリミテッドはね、これ覚えておかないと、多分ね、ゲームの負けとかに繋がりかねないので、うん、そうだね。なんかちょっとテキストがね、まあ、一見分かりづらいカードなんで、まあ、プレリとか出るからね、ぜひ覚えておきましょう。で、モダンに来ることによってありがたいことで言うと、まあ、一応オンスロートの時に、まあ、ゴブリンデッキで結構活躍したんですよね。そう、ゴブリンのスカークの、なんか、探鉱者だっけ？そのサクって赤マナ出すみたいなやつがいたんですけど、まあ、あいつが、ま、そのサクって、展開して、サクってっていうので、墓地肥やしながら展開するみたいなので、最後それをなんか総釣りしてきて、もう勝てないだろうみたいなね。まあそういうことがやってたデッキがあったので、なんかああいう動きが、まあスカークの担当者もいるからね、モダンで。いるよな。そうだよね、ドミナリアで収録されてたがいるから、なんかそういうデッキが組めんのかな。部族全釣りでなんか強いのあるかな。ちょっとなんかね、思いつかないけど、そうだね。モダンになんか新しいカードを付加してくれることを期待しております。で、次のレアのカード。で、次のレアのカードはね、これまたね、変なね、ネクロマンサーですね。で、これもさ、なんかオンスロートにあったさ、宿命のネクロマンサーの調整版なんだよな。そう、2マナ22で、タップで3点ライフ支払うと、まあ、墓地からクリーチャーを釣ってこれるってので、宿命のネクロマンサーとは一体何だったんだって思うぐらいさ、スペック高くなってんだけど、まあ、一応白足されてるからさ、使いにくさあるかもしんないけど、2ターン目に出てくる2マナ22が、そのリアに搭載してるって何事だよな。まあ、3点ライフ支払うのも痛いけど、まあ、どうせそういうリアにするデッキとかさ、3点とか別に知ったこっちゃねえみたいな感じだと思うから、まあ、それどうか知らないけどね。というわけで、もう2ターン目に、その置きリアに置きつつ、で、次のターン、3ターン目になんか有効なクリーチャーを、落とせたらもうそのまま釣ってこれるから、こんな速度感あるね、リアにクリーチャーないよね。で、それに加えて蘇生がついてるから、そう、蘇生はね、5マナ払うと、まあ、こいつが墓地から復活してくるんだけど、蘇生の場合速攻つくんで、まあ、すぐにね、またリアに当てれるからね、これ、なんか、やばくないこいつ。屈葬の儀式とは何だったんだとは、まではいかないにしても、これはね、かなりモダンに新しいそのリアニの風を吹かせるよね。だって先手がこれ出したらさ、もう処理しないと次のターン何されるか分かったもんじゃないから、そう、一旦かかるっていうね、そう、悠長さはあるにしても、こんだけ強いとね、かなりそのモダンのリアニデッキみたいなのが、なんか新しい形でね、流星するんじゃないのかなって期待してる、プリスト・オブ・フェル・リッツさんでした。で、次のカードで、次のカードね、これ生物なんだけどストームがついてるってので、一見ね、わかりづらいんだよな。そう、5マナ22でストーム付きと。で、こいつはコピーである限り伝説じゃないってので、そう、もう、じゃあ元々伝説じゃなくてよくねこれ。なんでこれ伝説にしたんだろうね。この一文さ、必要あるというわけで、まあだからその、クリーチャー初のストーム持ちだから、そう、今までさ、パーマネントがストーム持ってたらどうなるんだいみたいなので、どうしようもないだろうって思われがちだったけど、なんだっけ、ゼンディガーの夜明けでさ、積成エンジンだっけ、積成エンジンぐらいから、そのパーマネント呪文はコピーされたら、それはトークンが出るに決まってるだろうみたいなので、なんかね、ウィザーズがなんかちょっと考えればわかるだろうみたいなのをやってきてからね、なんかこういうカード増えたんですよね。まあというわけで、まあクリーチャーなんだけどストーン持ってると。だからまあこれを放つ前に、まあ何回かスペル唱えておくと、まあこれがコピーされると。で、コピーされたやつは伝説じゃないから追消滅しないと。で、それに加えて、プライチカウンターがね、乗ってくるんですよね。その後に出てきたやつが。だから最初のやつは22なんだけど、次のやつが33で、で、次のやつが44で、みたいなので、まあそのストームで、まあ横にもいっぱい並ぶし、サイズもどんどんでかくなるから、
なんか逆マトリョーシカみたいなのでね。まあでも強いか弱いかで言うとどうなんだろうな。まあエルフデッキとかに入るのかな。まあエルフはね、まあ遺産のドルイドとか使えば、まあマナ出してクリーチャー展開してマナ出してみたいので、うん、そうよね。だからエルフ、モダンのエルフのなんか新しいフィニッシャーみたいな感じで使われんのかな。とはいえなんか速攻とかないからね、まあいっぱい並んで胴体してもさ、すぐに決着はつかないから。うん、なんとも言えないけど、まあその生物のストームカードっていうことで、まあマジックのね、歴史においてはその初の試みとなるカードなんで、まあ人々のね、記憶にはね、残り続けるんじゃないのかなって思う緑の伝説のクリーチャーでした。で、残りがね、コモンアンコモンなんだけど、まあこのコモンアンコモンもね、強力なカード多いんだよね。まあ1枚目がね、まあこれだね、これを紹介せずにはいられないっていうので、まあヤングパイロマンサーならぬ、ヤングネクロマンサーですね。これさ、一見さ、リディアナのさ、子供の頃かなみたいな思うかもしれないけど、そう、リディアナは、まあ幼少期あるんですよね。でも幼少期はこんな可愛くないし、この、なんと、頭の冠みたいなのさ、は子供の頃つけてないから、これね、ファンガールなんだよね。リリアナファンの女の子がコスプレしてんのよ。尊すぎないこれ、マジで。俺、これもううわーと思って、なんかもうカードとか読んでるところじゃねえみたいになってしまって。で、顔もね、まあ、解像度高いやつがここに用意できてるかわかんないけど、可愛いのよね。なんか本当に、リリアナさんファンですみたいな女の子が、もう一生懸命、コスチューム作ってコスプレしてんのよね。っていうわけで、まあ、5マナ23で出た時に、俺効果忘れたんだよな、これ。ごめん、ちょっと待って。切削にした後に墓地からクリーチャーっていくんだっけ。まあ、とりあえず、ごめんね、これカード紹介動画なのに、正しく紹介できないかもしれないけど、まあ、出た時に、なんか何枚か削った後に墓地からクリーチャーを釣ってくるっていうので、まあ、リアに搭載クリーチャーだから、まあ、ブリンクとかしてもね、強いんで、結構ね、なんかこれ価値あるんじゃないのかな。ちょっと一応それだけ確認しておこう。このさ、リアに搭載くんはさ、そうだね、戦場出た時に墓地からカード2枚、あ、違うね、2枚追放しないと。そうしたら、墓地からクリーチャーが戻ってくる。あ、これきついね。だから墓地に2枚カードないと、リアにできないんだ。あ、そういうことか。まあそりゃそうだよな。これはブリンクしまくってたらちょっと美味しすぎるもんな。はい。というわけで、ヤングネクロマンサーは、一応まあクリーチャーだから、まあその能力を使い回したりするっていうね、なんか魅力もあるけど、まあちょっとなんか弱点の方が目立つかな。でまあそんな話をしてたらね、こんなタイミングでね、レアのカードが1枚来たので、まあそれもね、紹介したいと思います。これ何？伝説の8なんだけど。え、1700で接合1、待って待って、これやばくない？俺ちょっと待って、本気今興奮してんだけど。電結の後輩者飛行モードじゃん。え？わかんない。ちょっと待って。接合1持ってて、で、接合1は、まあ、そのプライチカウンターが乗っかって出るっていうのと、死んだ時にアーティファクトクリーチャーにプライチカウンターを全部乗っけられるっていう能力の、まあ、総称なんですよね。まあ、知ってる人は知ってると思うから説明いらんと思うんだけど。で、この1マナ、1100、待って、1100のこの接合持ちは、あ、飛んでねえのか、こいつ。接合の誘発能力によって、あなたがコントロールしてるクリーチャーの上にプライチカウンターが1個以上置かれるならば、代わりにその、数に1を足した。あ、なるほどね。あ、だから接合で、まあ、電結の後輩者とかが、接合の誘発能力だけか。だから、出た時と、死んで、移し替える時に1個、足されると。うわ、待って待って待って、これさ、神話始まりそうじゃない ?1 マナだもんね。ちょっと待って、いいぞいいぞ、こいつ。で、赤マナの起動でアーティファクト1個対象として破壊すると。え？え、待って、あんたが今度してアーティファクト、あ、なるほどね。そういうことね。もう、ラベジャーは、サクってプライチカウンターに変えれるのに、こいつは起動コストを払って自分のアーティファクトを破壊するんだ。まあ、それで、まあ、接合を起こせると。で、白マナで端終了時まで引っ越えると。うわー、いやー、ちょっと待って、これ伝説か。いや、もうそんなことよりも、オパモを返すよって感じだったな。ちょっとね、期待はしたけどね、なんか使いにくいところが目立ちすぎたな。いや、でもなんかちょっといいんじゃないかな。で、次。で、次もなんかレアのカードで、3マナで、なんとかキス。赤の3マナインスタントで、単一のパーマネント1つかプレイヤー1つを対象、プレイヤー1人を対象として、え？待って。単一のパーマネント1つかプレイヤー1人を対象とする呪文か。あ、なるほどね。だからターゲット取ってる呪文を対象として、それのコントロールを得ると。ほう。スペルのコントロールを得ると。で、それをコピーする。で、その後、その呪文とコピーの対象を無作為に選び直して、あー、なるほどね。あなたやあなたがコントロールするパーマネントは、あー。これは、え、待って、俺がコントロール得る意味ある？別に俺が、待って、コピーが1個生まれるんでしょ？で、その後その呪文とコピーだから、稲妻打ちますってやったら、その稲妻と、稲妻のコピーが俺のコントロール外になるわけじゃん。
コントロール外になる必要ある？待って。この無作為に対象を選ぶっていうので、俺のパーマネントがターゲットにならないだけでよくない？なんかこれ一文いるのかわかんないけど、まあ、とりあえず、まあ、なんか呪文1個をパクりつつ、コピーも出るっていうので、もう2個呪文が手に入るけど、どこに飛ぶかわかんねえと。赤っぽいカードだな。そうね。だから、プレイヤー対象だったら、まあ、必然的にもう1個しか向く先ないから、有効活用できるけど、なんかもう火力とかだった時はね、なんか全然、あんま役に立たなそうなので、まあ赤ならではのね、ちょっとそのギャンブルチックなカードでした。はい、というわけで2枚カードが来ましたね。で、アンコモンのカードでね、鋼のラクダっていうのがね、公開されましたね。で、この鋼のラクダは3マナ22なんだけど、まあプライチカウンターが2個乗った状態でると。だからまあ3マナ44なんだけど、まあ3マナ44なんていうのはね、まあモダン家でもね、まあそう簡単に許されるわけがなく、まあアンタップステップに起きないと。まあだから1回殴ったらもう起きないんだけど、その代わりね、こいつね、メリット能力もあるんですよね。その自分のターンの戦闘開始に、クリーチャー一手にプライチカウンターをその移してもいいから、まあ移してね、まあこいつがプライチカウンターなくなったら起きるようになるし、でまあプライチカウンター2個分を、後続に分け与えられたら、結構ね、盤面優勢になるので、まあやっぱアンコモンらしいね、かなりいい能力してますね。まあただね、これリミテなんだよな、そのアンコモンでまあ強いなって思うけど、その構築戦のアンコモン級のね、性能をしないので、まあ、鋼のラクダはね、なんか、まあ、リミテではね、なかなかいぶし銀な活躍をして、いいカードになりそうだけど、ちょっと構築ではね、日の目を浴びることはなさそうですね。で、次のアンコモンのカード。で、これね、なんだっけ、ウルトラデスティニーかなんかにあった、カードなんだけど、まあ、4マナ4、3でエコー持ってると。で、エコーが4マナなので、まあ、次のターンも4マナ払わないと、まあ、こいつ死んじゃうんだけど、起動能力がね、アーティファクトサクルとプライチカウンターを、ターゲットクリーチャーに乗っけられるから、まあ4まで4、3に出して、まあエコー払わないでね、まあこれ自身もサクれるから、まあ自身サクってプライチカウンターに変えてもいいし、まあ生きてる間にね、なんか不要なアーティファクト全部サクってね、プライチカウンターに変えてばらまいてやってもいいので、結構ね、まあそのエコーなんか払わなくても、その生きてる一旦だけで結構か、仕事しそうだから、まあこれも強いですね。で、まあ4まで4、3が出てきたら、まあ相手、まあ戦闘多分止まるから、まあこれなんか殴ったらね絶対相打ちそうと思っていけるので、相手も殴りたくないから、まあ一応その時間稼ぎとしても強いし、まあギミックとしてもね強いデッキが組めるかもしれないので、まあこれもねリミテだったらねなんか覚えておきたいギミックですね。そう、サクリ放題だからね、それだけでもなかなか強みかもしれない。で、今日最後のカードが、次のカードで、ボトルのゴーレムですね。なんかボトルノームのなんか調整版なんだろうな。で、このボトルのゴーレムは4マナ3-3でトランプル持ってると。で、死んだ時に、これのパワー分の点数を回復できるから、まあ、ボトルノームと違って、能動的には死ねないけど、まあ、パワー3あるし、トランプルもあるから、まあ、結構戦闘にもね、特化してると。というわけで、まあ、能動的に原因にはできないんだけど、まあ、その、戦闘しながらね、無駄なく原因ができるってので、まあ、さすがモダンホライゾンだけあって、普段、だって4マナ3-3トランプルに、死んだら3点原因なんかさ、つくわけないから、まあ、かなりね、強みに調整されてるカードではありますね。で、このね、なんか質感好きだね。このイラストの質感はね、これケブワーカーさんのか。なんかケブワーカーさんのさ、なんかこの粘土っぽいさ、質感の絵ってさ、すごいよね。これ独特だからね。なんか他のカード見ても、なんかこの感じっていうか、このね、そのタッチみたいなのが出てるのはね、やっぱこのケブワーカーさんならではだと思うので、いやこれもね、結構なんか昔ならではのマジックっていうか、まあ、マジックだなって感じるね、イラストだからね、好きですね。はい、というわけで、まあ、今日ね、モダンホライゾン2カード紹介は以上となります。いや、今日はね、やっぱりね、ガース黒光が来たからね、もうあいつがね、もうとにかくね、すべての話題をね、かっさらっていったね。そう、本当だったらさ、まあ、このプレインズウォーカーとかさ、もっとさ、しゃぶりまくってもいいんだけど、やっぱブラックロータスっていうね、名前が出てきたらね、話題全部持ってかれるよね。で、あと、やっぱね、俺、結構ロータス系が来ると思ったんですよね。まあ、前回逃走者で、まあ、ジュエルロータスが来てわーっていうので大盛り上がりしたから、俺なんかモダンロータスみたいなのが来るのかなと思ったら、まさかブラックロータスっていうのがね、直球でね、なんか刻まれたカードが来ると思わなかったから、結構驚きましたね。ちなみにモダンロータスまでは俺全然ね、驚かないで受け止められる感じでいたけど、その上を来たからさすがウィザーズやりますねって思いました。まあそんな感じでね、モダンホライゾン2ね、もう楽しいカードがね、もうてんこ盛りで、で全303種類なんだけど、まだね、30種類ぐらいしかね、公開されてないから、この興奮が、あとね、9回続くって考えたら、もうオラいても立ってもいられねえぞっていうので、まあ皆さんもね、よかったらそのプレビュー最終日までね、まあこの新カード紹介楽しんでください。で、まあそんな感じで、まあマジックね、今非常にね、盛り上がってて、最近の出来事で言うと、てか昨日の出来事が、
まあ、俺がね、大好きな、その、格ゲープレイヤーのね、フードさんもね、マジックアリーナやってて、で、まあ、ね、フードさんのね、アリーナね、めっちゃおもろかった。本当にね、昔やってたんだなっても感じるぐらい、プレイしっかりしてて、なんだろう、その、現在進行形でやってる俺ですらも、あ、なるほどって思うようなね、プレイングとかあったりしてね、まあ、フードさんね、これからも、アリーナとかやったらね、もう、めちゃめちゃ強くなるんだろうなってのね、まあ、垣間見れましたね。だからなんかそういうね、他のね、界隈のゲーム上手い人とかがね、入ってくると、なんかそれにつられて、まあそれのファンの人とかもね、どんどんアリーナとか来てくれると思うので、まあ今現在、まあドグラさんとフードさんやってるから、なんかあそこの動きとかね、めちゃめちゃ楽しみにしますね。あと単純に俺がね、フードさんもドグラさんも大ファンなので、ミルダムの配信ね、結構見てました。はい、というわけで、なんかね、最後の方に、ちょっと俺のなんかなんか世間話みたいなのが入っちゃいましたけど、まあこんな感じでね、モダンホライゾン2の新カード語りはこれからもね、まあ毎朝のようにね、投稿していこうと思うので、よかったらね、チャンネル登録して、まあこのカード語り最後までね、付き合っていただけると嬉しいです。というわけで、また明日もね、カード紹介でお会いしましょう。さようなら。そして皆さん、いってらっしゃい。